巨乳のあんこ。皆さんこんにちは、トミックです。俺はね、過去に何回かあんこをさばいたことあるんだけども、何回か俺の動画をね見てる人も思うし、俺も思った。あんこってさばくの難しい。結局さばいたものを一回湯がくじゃないですか。で思った、これさばかずに丸々一匹そのまま茹でたらどうなるんだろうと思いまして、買ってきました。今回はあんこうでございます。見て、ちっちゃくない？これでだいたい 1.3 キロぐらいのあんこうで、結構小さい方なんですよ。こういう市販のあんこうっていうのは、残念なことにね、お腹にね、ちょっと切れ目を入れて肝を出しちゃってるのよ。あん肝が取れますようにみたいな。余計なお世話だよなっていう感じでですね、普段だったらね、もっとでかいあんこうとか使うんですが、今回の企画は、まあ、あんこを丸々一匹茹でてみようっていう企画なので、やっぱ鍋に入る大きさのあんこが A ということで、比較的ちっちゃいサイズのあんこを用意しました。あんこって基本刺身で食うってあんま聞かないでしょ。そうなんですよ。あんこってやっぱこうアニサキスとかの寄生虫がいたり、ヌメリもあったりするから、生ってあんまりおすすめできないんですよね。アニサキスはね、こう、頑張れば食えるんですけども、まあ、基本食べませんと。食中毒を起こすし。なんで火を通すんですよ。今回もこのままね、鍋にぶち込みたいんですが、いくらね、小さいあんこうとはいえ、このサイズのあんこう茹でられる鍋があるのかと。多分あると思う。うわ、やべ。入んねえかもしんない。これが一番うちにある鍋で一番大きいやつなんですけど、この中にあんこう入れようと思ったんですよ。ちょっと一回試しに入れてみよう。せーの、はい。あ、でもギリギリ入るわ、鍋に。なんか入るっぽいんで、鍋に。このまま、水を入れて、ダイレクトに茹でたいと思います。胃袋とか、肝もね、多分一緒に茹だっちゃうと思うんですけども。うわ、すげえ、めっちゃアニサキスいるやん。あんこは確実にいるね。胃袋の方にめちゃめちゃ寄生虫がいるんですよ。多分見にくいと思うんですけど。胃袋の中にも何かある可能性はあるので、肝と胃袋だけこう出てるやつは切り取っちゃいます。これは後で茹でても結局変わんないんでね。このあんこのサイズの肝はやっぱり小さいですね。ほら。肝の方にはアニサキスはあんまりいないですね。胃袋の中は何もなさそうですね。ほら、何も入ってない。で、肝と胃袋だけちょっと取り出したので、胃袋と肝を抜いたこの身の状態を沸騰させた鍋に入れたいと思います。鍋にだいたい半分ぐらい水を入れて、火をつけます。だいたい1、2、あ、でもパチン。鍋もね、沸騰してきたので、あんこを突っ込みたいと思います。頭の方から突っ込んで、尻尾の方まで入れると。おお、入った。しっかりとぶち込んであげる。皮が破れてきてますね。尻尾の方からだんだん皮がこうやって剥がれてきてるんですよ。タイミング見てひっくり返そうかな。水もうちょっと多くてもよかったね。なんかそのまま丸で茹でても悪くないかも。おお、すごい。めっちゃ皮がいい感じに剥けてる。これでも本当にあれだね、内臓とか取って正解だったね。じゃあちょっと胃袋も一緒に入れちゃいます。はいよ、胃袋。あん肝も茹でるんですけど、あん肝の場合は茹でる前にちょっとやることがあるんですよ。そのまま茹でるんじゃなくて、あん肝はラップの中に包み込む。で、2つ折りにしてラップで、きつく巻く。これをすることによって、みんながよく食べる、あん肝の完成でございます。あんこがちっちゃいとできるあん肝もちっちゃいね。アクがすごい。アクを取らなければ。なんか思ってたよりこうすごい変化があるっていうかは、いうよりかはもう皮が剥けるっていう感じですね。皮が完全に剥けてるね。これいい感じに茹だってきてる。ほら、もう皮も完全に剥けて、なんかすごいほぐしやすい状態になってる。全体的に茹で終わったら、まな板にちょっと茹でたあんこを取り出します。めっちゃいい匂いする。あ、これ捨てるのもったいなかったな。だし、ちょっとこれ後悔した。間違えて捨てちゃった。いつもの癖で。皮が完全にズル向けになって骨が出てるんですよ。ここがちょっと割れて、皮が剥けて、ここはもういつでも食べられますよみたいな状態で、これはあん肝と、胃袋ですね。茹で終わったあんこをちょっとねほぐします。まずは
胃袋だね。胃袋はでもノーマルだね、普通の。はい、これはね、輪切りにする。輪切りにしてあげると、すごく美味しく、美味しいですね。コリコリしてて。さばき肝はね、一回水分を取って、このまま冷やします。さばきやすくなったんじゃないですかね。口とかさ、普段絶対剥がれないであろう口が外れるわけでしょ、こうやったら、ほら。すごい。いけい！あんこ結構口先、唇、鋭いんで気をつけましょう。剥がれる剥がれる、ほら。唇が剥がれた。あんこって普通さばくときは唇から取るんですけども、なんかもう最初に茹でちゃえば、もうね、簡単なわけ。初心者でもさばけるね、最初に茹でたら。いや、初めての試みだけど、これはでも結構すごいんじゃないですか。あんこって骨も結構柔らかいんで、ある意味さばきやすく、さばきにくい魚みたいな。ちょっと何言ってるか俺でもよくわかんないわ。背中の方から包丁入れたら、ほらこんな感じで、さばくことができます。あちーん！こんな感じで、まぁ、ちょっとね、崩れちゃったけども、取り出すことができました。で、中までちゃんと火が通ってる。折れた首のと骨を、こうやって引っ張れば、ほら、もう、身をね、剥がすことができるんですよ、こうやって。すごっ。あっちー。問題は熱い。すごい綺麗に剥がれる。骨が取れたと。骨もめっちゃ柔らかいんですよ、これ。食べられんじゃな、骨。うん。食べられる、骨も。ぬめりもないし、めちゃめちゃさばきやすい。ほら、このプルンプルンのところも取れた。で、頭のね、この一番美味しい肉があるんですけども、ここ、個人的に好き。これをね、もう、言ったら、恐れずに、さばくことができるわけよ。裏の頬肉みたいなところも、多分簡単に取れるんですよね。一番でかいのはやっぱぬめりがないことだね。茹でてほぐしたやつが大体こんな感じです。え、すごい！良くない？って思って。これは逆になんだろう、使用用途は結構限られる。唐揚げとかご飯にかけるフレークみたいな感じとか、なんか火を通したあんこで使えるものしか用途はない。だから逆に言うと、そういうなんだろうね、あんこフレーク作りたいな、でもさばくのはなっていう時はもうこう茹でちゃっていい。で、今回は俺はあんこフレークを作りたいと思います。あんこフレークは本当にほぐすだけなんですけど、そのほぐすのが意外と大変らしい。あんこ結構あれだね、身がプルプルしてるからちぎるの結構大変かも。でもこうちぎっちゃいます。まずこうやって手でね、指でほぐすような感じで。ほぐしたらこの身に塩をちょっとかけます。で、砂糖を小さじ1杯、あと醤油を2滴ぐらいかな。よーく混ぜます。胃袋を湯がいたものと、こちらがですね、今回のあんこフレック。今ね、俺ね、米食えないんで、ちょっとこれだけで味見したいと思います。いただきます。うん。全然これだけでもね、いけるわ。お米と混ぜてもいいし、サラダ？サラダとかに乗っけて食べてもいいかもしんない。なんか脂っこさというよりかは、すごいこう、さっぱりとしたプルンプルンだから、シーチキンサラダみたいな感じ、あんこサラダみたいな、いいかもしれないです。ということでね、最後まで見てくれてありがとうございました。このビデオいいなと思ったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。俺のインスタの DM に送られてきた質問、お悩みに答えるコーナーでございます。どんどん送ってきてください。自宅でカレイをさばいてお刺身で食べたいのですが、アニサキスが怖いです。寄生虫対策としてトミックさんがしていることを教えてください。カレイって寄生虫いたっけ？いや、カレイは寄生虫いなくないって思って。寄生虫にもいろんな種類がいるわけじゃん。排球虫とかさ、アニサキスとか。ヒラメカレイで俺アニサキスを見たことが一回もないんですよ。鮭あるじゃん。アニサキスがいるからみたいなこと言ってるけどさ、俺鮭でアニサキス見たことねえんだわ。サバとかタラはめっちゃいるけどね。対策はね、ないなぁ。なんか冷凍とか火を通すとかあるけど、刺身で食いたい場合の対処法はもう見るしかない。イカとかだったら切れ目を入れる。それだけで十分。大学受験に落ちてしまい、また同じところを受験するのですが、少し心配で、もともと心配性なので、少しでも緊張や不安を緩和させる方法があれば教えてください。頑張るしかないよ。終わった後の楽しいことを考えながら挑む。まあそしたら意外といける。俺もね、それで何回か乗り越えた。受験とかテストの前に、すごいお腹を壊す傾向にあって、よくトイレに駆け込んでた。テスト中にトイレ行きたくなるって結構致命的じゃん。もうそれ一回あってトラウマでね、そっから壊すようになったけど、楽しいことを考えるようになってから、
大丈夫になりました。今回はここまで、最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらね、コメントと評価、チャンネル登録よろしくお願いします。